こんにちは、たかしん&いちろうチャンネルのたかしんです。今日はエクサス IS250、この G-Link っていうのを一部ご紹介していきたいと思います。メニューを押してですね、この G-Link ってところにクリックしてこの画面になります。そうしましたら、あまりこれ使うことないんですけど、今日は何の日っていう、項目があって、これをクリックします。しますと、今日は何の日ってまたクリックをします。そしたら今ちょっと読み上げると思うんで、ちょっと聞いてみてください。今日は5月27日木曜日、743年墾田永年私財法発布、1703年ピョートル大帝ペテルブルグの建設を開始、1905年日本海海戦が起こるの日です。はい、こういうようにですね、今日は何があったかっていう、歴史とか、そういったことをですね、教えてくれたりします。ほとんど使うことはないです。ちょっとこんな紹介だったんですけども、視聴していただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。